ヤッホー、こんばんは。ひなちゃん一のやつ、あ、そうなの、え、9時から、クリナさん、みんな起きちゃって嬉しいけど、うん、あ、今お仕事終わったの、お疲れ様、遅いね、もう9時だよ。クレーンはちょっと今日はあの妹の誕生日だったので、美味しいご飯を食べました。大好きなご飯屋さんです。生ハムも食べましたし、カルパッチョもリゾットもいろいろ食べました。美味しい。ありがとう、妹のお誕生日をお祝いしてくれて。あ、これはイヤホンです。豪華な配達会、カレンレンの分の時に銅の下大人に剣を打つ、え、そうなの。でも人がいなくなったタイミングでみんなで下見たりはしてたよ下ちょっと覗いたり、つけきらなかった。うん、洋食イタリア、うん、そう、イタリアン屋さん、寝れたよ、ありがとう。今日はお昼まで寝てました。でもまだまだ寝れるけど、ママに起こされたけど意外と眠くないです。寝れました。みんな楽しかった。リッチ。みんな楽しかったでしょ。そうなの。彼らは料理するのし、できるけどしないです。でも、うん。できるんですよね。まあ誰でもできるから、であのレシピ見ながら、レシピ見ながらだとできます。この前はなんかママに横でなんか次はこれしてって言われながらしてなんか料理しましたよ。なんかお肉のやつ、お肉のなんか卵ついて、卵入れてなんかにつけて焼くみたいなとか。今日カネちゃんがいなくて寂しかった。そう、今日の逆上がりはね、久しぶりに逆上がりに出ないんですよ。次も出ないんですよね。10月はどうでしょうか。シャナちゃんすごい行く、絶対大丈夫。アナさんの曲ですね。アナさんの日。悲しい。たったてんの推しがこの間卒業したので、48グループで本当にカレンを楽しんでいました。本当だ、書いてある、ありがとうございます。あれっち、やっぱそうなんだ、卒業しちゃったんだ。あ、
花さんも卒業しちゃうし悲しいなぁ。お見送りで花を見せれてよかったよね。本当に多いんですよね、花のぬいぐるみをね、お揃いにしてくれる人が。ありがたいです、ありがたいです。今日も元気にスマホにつけてます。坂初坂上がりはいつになる。本当にね、楽しいよ。本当に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 楽しいですので、ぜひ来てください。姉ちゃんと抱きしめられたね。一緒にいつかしたいけど今んとこ全くないし、今んとこ出る予定もないですし。彼と話しすぎやもかね、彼の次だからね、マリオちゃんね。でもね、そういうことありますよね、やっぱり仕方がないことかなかもしれないけど、なるべくねみんなとたくさんお話ししたいです。何これ、またアイテム変わりました。これハートの、ハートのシャボン玉、これありがとうございます。なんだよ、ぐるみ名前なんかつけてる、なんだったっけ、つけてたんだけど忘れちゃったな。これを UFO キャッチャーで撮ってですぐつけたんですけど、名前忘れちゃいました。ふっかかね、体調悪いんでしょ、いや大丈夫かな、ね、これも配信できてよかった。最近ずっとねお仕事でできてなかったので配信しできた。もう明日からまた忙しいから、次できるのは本当にわかんないので、今日たくさんお話ししましょう。あ、でも17ライブとかしたか。ポチャコなくした届いて、可愛かった。あ、音、そうですね、うちわとかもね届いたみたいで嬉しいです。私も事務所に置いてある自分のグッズを持って帰りました。ラムネの飲み方にアンダーステンしたいと思いますか。だったら唯一2022年以降の全公演制覇メンバーですね。いや無理ですね、ラムネの飲み方公演はちょっと難しいですね。ちょっと最初の曲の動線とか難しいですし、クレヨンの名前は誰一人呼べない気がしますね。あの子前につけてあげて、本当じゃばったり会ったらね、それで分かり合えるね。カレンペのボード作って、本当カレンペの絡みもありましたね昨日ね。シュッシュッシュッスン、ヨーキャッチャー、やったことない人なんているの、すごい。彼もやったことない時に戻りたいです、楽しい。でもお金がないからヨーキャッチャーあんまりやらないけど、お金あったらもう永遠にやってそう。パサポパサ、なにこれ、なにこれ、ちょっと待って、天使のクマさんのなんかさ、これ光沢、光沢すごい、天使のクマさんタワー、ありがとう、かわいい、とっても嬉しいです。天使な怖いクマなので、
ありがとう、マザボッパさん。でしたわ。自分からなくす届いた。本当よかった、ありがとう。全然全然とても良くないよ。坂ぐらい初めてまで見たけど、レクイエムのカレンちゃんがキラキラです。本当に大好きです、レクイエム。ヒデイのレクイエム、涙のレクイエム、彼女が足りない、何かの間違い、私はただ首を振り捨てのレクイエム。つんちゃん、てて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 。それはまさよく晴れた午後で、悲しみのにじもない5月だった。ここも好きですし、振りして真似しての空車のタクシーなラブも好きです。くれくれってくれちゃん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 ってことねそりゃそう、誰か一人の言っとけば一人当たる。彼に何かプレゼントあげたいけど、何でも嬉しいよ、全然無理しないでね。坂上がり公園、いい曲たくさんで好きだね。何が好きですか、みんなは。何の曲が人気？エンドロールかな？違う？夜明けちゃう1000円1000円。カレンの親戚はなんかよく UFO キャッチャー行ってるんですけど、カレンは行かなかったけど、おじいちゃんとかパパは節約家なのであまりお金使わないんですけど、ママも結構ね UFO キャッチャーお金3000円は使ってます、おじいちゃんいつも。もういとこと UFO キャッチャー行くときは、いとこと彼の妹たち3人は絶対子供がいるので、その子供3人全員に買ってあげなきゃ、UFO キャッチャーを取ったりするんですね、おじいちゃん。だからいつもたくさん使ってますね。なんかこのぬいぐるみも、歯のぬいぐるみもおじいちゃんが途中まで取って、ママも使って、ママのターンで取れました。なのでちょっと私は行きません。僕は日本語得意ですか？得意です。漢字読みまくれます。9月9日日の読み方たくさんできます。悲しみのみじんもない5月だった、今朝を耐えて。ファンレター坂が分からんすぎて、坂が映ったけど彼の虫歯みたいね、分からなくても楽しめるから大丈夫だよ。いいじゃん曲、ああね、エンドロール、アガマの流れ星、
愛の歌、抱きしめられたラムシのバラード、よけちゃって1回くらい100円とか200円とか、まあ1000円とかもやつもあるけど、あと10円のキャッチャーもありますね。天神のどっかにあります、10円でできるよキャッチャー、とっても安くて、なんかちっちゃいピンとかが結構ねあって、ちょっと前は行ったりしてましたね。妹たちにあげてました。赤ちゃん天使さん可愛くなくてるツイス、あ、見た、カレレン元気で聞かれた、本当でもこの前会いましたよ。赤ちゃんは逆上りの時かな、偶然楽屋に逆上がりのなんかが終わって曲が終わって楽屋に戻ったら、偶然もやかちゃんがなんかロッカーをゴソゴソしてて、会いました、もやかちゃんって言いました。妹ちゃんお休みに来てくれ、妹ちゃんの方ではなくて、中学1年生ゆいなと同じ年の子の誕生日なんですけど、聞いてください、びっくりしたことがあって、妹の身長がまず157とかなのかな、78?7 くらい678くらいなんだけど、足のサイズが25センチなの、めっちゃ大きくない？それでレイヤにも言ったのね、レイヤの足のセンチ何センチって言ったら26って言われて、ああ負けたって言ったら、身長を言ったら、それでそれはすごいからこれから伸びるね多分って言われたので、妹はもっと伸びるので170ぐらいいくかな妹。でも彼は足サイズは 22.5 なのでかないかなと思います。170までは、169まではいくかな。あ、その汗は嘘をつかないよ、そんなぐらい欲しい、あげるんじゃないね。なんかね、洋服屋どこにあるのかな、なんかみんなね結構私のファンの方がね撮ってくださってるので、ゲットしてるので、なんか誰かに聞いたら分かると思います、どこに売ってるか。洋服キャッチャーとか、あしたけせ、あ行ってみて行ってみて、というかというかやつとか言われば会長になるんで、やめた、あ出てるんだもん、でそうなんですよ、10月も出れないの、やばくない、サンクエルのとこ出れないの、悲しくない、マジで。キティちゃん大きいぬいぐるみをあげてると、すごい可愛いね。彼もね、大きいぬいぐるみは何個かありますね。飾ってるとか、これもそこまで大きくないけど、なんか。コンビニでゲットできたやつ、クロミちゃんくじのラストワンショーですね。でも最近ねキティちゃん好き、クロミちゃんも好きだけどキティちゃん好き、彼もかかかかかかいいね、ご覧もくれてるとそうなので、マイカちゃんとちょっと話した後に、あそういえばオウム嫌いって言ってましたねユイナって言ったら、すぐねユイナのところにユイナって言ってた
指鳴らして、あ、ごめんね、嫌だった。彼ね、指鳴らしちゃう癖がねあって、あら、もうできなくなっちゃった。ちょっと不快だったらすみません。北条行けなかったな。北条や、北条や、なんか気づいたら終わってたし、行く時間がなかったです。悲しい、行きたかったのに。いつも思うけど彼のまつげ綺麗よね。え、嬉しい。でも最近なんか下がっちゃったりするんだよね。なんかまつかとかしたいな。全然今は上がってないんですけど。彼は高いヒールで履くと、ね、なんか高いヒールっていう高いヒールは履かないかもしれないけど履けます。でもサンダル今年買ったんですけど、それは結構ね高いけど、ヒールって感じじゃないね。厚底が高い感じ。ヒールはそこまで履かないですね。天地のギゴ、え、あれギゴって読むのね。読んだことなかった、声に出して。京都カエちゃん隣のなんとかに泊まっホテルに泊まってるのに、いた近いに行けなかったって。カレンシカを押すなってこと、そういうこと、カレンシカってこと、カレンシカダメってことですね。マジカンパーティー、え、わかる、わちゃ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 ですね。もう楽しい。ニサビがなんか特に、なんでニサビが特に楽しいんだろう。ニサビの前も楽しいんだ。なんか1A も楽しいな。みんなを幸せにできるならいつでも喜んで輪に入ろう。大人は遠巻きに目覚めばかけている。手塗りがいいだけだけれど、なんか揃い物あげたい。前言ってたヒョウ柄のキティちゃんのキヨルダ可愛くない？あれ可愛いよね。私はね、妹からもらった こっちのマイメロの方ちゃんも可愛いよね。これはだけど、なんか妹はたまごっちにつけるように買ったんですけど、もうなんか別のピンクのあれを買ってたから私が借りました。可愛くない？長崎に長崎メンバー、7期に長崎メンバー増えたけど、チーム長崎作らないの？え、作るもんなの？普通にチーム長崎って歩くない？ないよ。もうできてるかと思ってた。え、ねねねも指鳴らす癖あるの？え、そうなの？初耳学。え、嬉しい。最近嬉しかったことそれにしよう。ちょっとねねねに聞いてみよう。あ、さっきしたからもうならない。あとね、足の膝をポキポキするのも癖なんですよ。なんか膝を曲げ伸ばししてならんかな。あ、なった、聞こえた？あ、こっちはなった。あ、なった、聞こえた？
そう、膝はなんか手の骨は別気にしてないんだけど、こっちはなんか膝はちょっとさ鳴らしすぎてなんか悪くならないかなって思っちゃう。厚底スニーカー履く、え、めちゃめちゃ履く。もう厚底であればあるほどもう素敵なので、好きなので厚底しか履かないですね。高ければ高くなるほどいいよね、身長。明日の公演何々だったけど100円ウェブの、あー、花さん素敵。13代目の辛口はできてるの、いつ見せ、いつ来れますか、来れる公演。11月オンラインお話し会買ったよ、もうちょい高いです。ほんと買い足してくれるの、買ってくれるのも嬉しい、ありがとうね、待ってるね。クロミちゃんポチャックマイメロだったらクロミちゃん推しかな、でもみんな大好きです。でもポチャックもやっぱ HKT だし大好きです。このネイルキティちゃんネイルしようかなと思って、かわいい。なんかさ、キティちゃんネイルさみんなしてるよね。 HKT もさメンバーみんななんかキティちゃんネイル、待ち方はみんなの隣の歌声がちゃんと分かるから楽しい、ね、でもちょっと早口になるんです。2回目やって、争うよりもさ消火栓を開けてシャワーの中で言いたいことを全部吐き出せば、あとはみんなを幸せにできるならいつでも喜んで輪に入ろう、あれなんか歌いやすい音程で好き。ねねにもらったメロンパンナちゃんは下にあります。そう、なんかね不意にねねと話してたら、あ、なんだっけ、何の話してたらもらったんだっけ、あ、歯の話かな、このぬいぐるみの話をねねねとしてたらなんか、あ、じゃああれあげるみたいなじゃあなんか何かがないけど、メロンパンナちゃんの時計じゃないけど腕アクセサリーブレスレット、なんて言うんだろうね、あれ腕巻き腕巻き、折れました、光るやつ、気持ちいい。首鳴らせても、首はね鳴らせないな、なんか彼自分の中では鳴ってるけど外には聞こえない。僕右足首はボケボケなる、あ、足首ね、あ、カレンは足の指もボケボケなります。あ、今鳴ったけど多分聞こえてないね、あ、今聞こえた聞こえてないね。足の指も鳴らすの好きなの、やば、好きなんですよ。肩だった時は厚底だったね、怖かった。そう、厚底じゃない時はないですね、きっといつもブーツで、あ、でもレッスンシューズはさすがに普通の靴なんですけど、厚底じゃなくて。でも最近厚底、ちょっと厚底のレッスンシューズもいいなと思っているところ。私は今カレンね、カレンって名前入れてくれてるのね、嬉しい。カレンは何もしてないです、何も塗ってないからピカピカもしてないし、ヤスリもかけてないから
凹凸も高さ。ピンクパーサー、クロミちゃんはパンジュースゲーだった。最近は、なんだろう、ピンクパーサーかな。って言って今日の靴下はクロミちゃん。クロミちゃんですね。ふーってずっと言ってる。クーラーの音かな。じゃあ指鳴らしすぎて風邪で、あれさ、鳴らないらしいけどね。でもこれ、ね、関節太くなってもいいと思うんだけどな。そういう感じの、まあちょっと太いし今。あ、水をかけて、水をかけて、かけられてんじゃん。あ、それしてクビになったら、いや、ならないですね。ぽよぽよのポキポキ音を、ぽよぽよのポキポキ音を iPhone の目覚ましアラームにしたい。じゃん、指が育つまでしばしお待ちを。でも、当分ならないかもな。前はなんかポキポキができなくて、あ、なっちゃった。いや、ならなくて指を引っ張ってポキポキ鳴らしてた、こうやって。でも今考えると痛い。ブス好きですから来た斉藤ですって言ってたから、あ、覚えてるよ。覚えてます、たくさん。メーカークーラーなくても寝るの、日本はクーラー全開でもね、暑いよね。あら、20部じゃ足りないよ。あ、えー、そうなの、ゆいなちゃん自信ついたの、どういうこと、何かあったの。ぜひ会いに来てください。パパが上手、口笛いつもなんかしてる。音鳴らすしかできないけど、歌はあの演奏できないけど、パパは歌演奏までできますね。でも音は鳴らせるよ。聞こえる？一部隊の名古屋は友達、え、本当にドイツから来てくれるんですか？友達、友達連れて、え、ドイツの友達？すごい。ありがとう。セットアウト、エリートセットアウトされたればやる。おっ、嬉しい。いるね、いるね。セットアウト、タイッタイッタ
日 100MVP の集合写真撮る予定なんだけど、左隣から連絡触ってもらえん？逆にいいんですか？でもなんか聞かれると思いますよ、アナさんの隣で、あと一人隣誰がいいですかって。聞かれるかわかんないけど、なんかメモが去って、次あの隣に座る人誰誰と誰誰とか言われるので、嬉しい。ぜひ隣に座らせてください。夜口笛するとヘビが来るって言わない？え、そうなの？ちょっと怖いけど、ヘビ好きだからいいですよ。口笛も楽器？弾ける楽器11種類？やった。現地、え、現地の友達とかすごい。よくね聞かれるでよ。ありがとうございます。なのでぜひ嬉しい。レンデセタさん行ってもいいのか迷ってる。でもどうなんでしょうね、2時とかで行くとかがいいのかな、どうなんでしょうね。でも全然来てはいい、来てほしいですね私は。けどそれでエレネーのファンの方が入れなかったら悲しいですよね。撮影の時はリちゃんと何に座ってくれ、どういうこと？どういうことですか、それは使うの？口笛で情熱ハイウェイをよく行くかも。ドールゼンいいね、情熱ハイウェイとこがいいですね。ツッ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 フュ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 あーサラサラで、やばい、クセッケがアイロンしてないのバレる。でもこの前衣装さんがアイロンせずに、あ違う、自分衣装さんがなんかすごい最近の流行り系のなんか髪の巻き方してたんで、すごい可愛いですって言ったら、これ寝癖だよって言われて、彼もそんな寝癖になりたいと思いました。でもこれここら辺の寝癖は可愛いかもしれなくて、可愛くない？なんかここもいらんね、なんかほらここら辺のさ、自分が全くできない人はラーメンする。そうなの？妹ね、今日あのいつもお休みの方の妹なんですけど、パスタを食べてたらもうものすごい音ですすってるのね、ラーメンするみたいな音ですってるから、口笛上手かもしれない。ちょっとさせてみますね。 100MVP 今ねよく分かってない、よく悩んでない、なんか難しいよね。たくさんねじっくり読んでください。
妹ちゃん、妹ちゃんは古典何が好き、何が好きなんだろうね、聞いてみよう。あの今まで来たあの公演何の曲が好きだった、ね、カリ公園行きたいけど行くタイミング、タイミングとか気にしないで、ちょんちょんバリバリ来てください。みたいな、ちゃんと仲いいの、仲はいいんじゃないかな、ちょっと昨日ゆうとうちゃんの面白い話あるんだけど、ちょっと言えない話だから悲しいな。さくらボカーンって沸かす、よっこんな感じ。しないですね、まあロングだから爆発は少なめですけど、私いつもこのナイトキャップをかぶってるので、髪の毛はサラサラ、見て帽子みたい。あら、あ、びっくりした。 FM まだ全員全部、すごいね、 100M って1回しか使えないの辛いので、皆さんはあのちゃんと考えて大事に使ってみてください。長崎が一番背が高いのはラランちゃん、余裕でララパじゃないですか、ララパ背高いイメージあるんだけど、そんなことない、もしかして。上手くしたと思うんだけど、損したと思うこと、でも別に損したと思ったことはあんまりないんですけど、やっぱり一番いろいろ経験をしましたね、いろんな旅行に行ったりとか、家族3人で旅行に行ったり、いろんなお店に行ったり、いろんなパパとかママの友達に会ったり、もう妹たちが生まれてからそんなにいろいろ行ってないので、それは楽しかったですね。後輩の話あんまりしないから、後輩ちゃんどうなのかなって思ってました。でもね、あんまりなんか一緒にいることがないので話すこともないですね、一緒にいないので。いつも夏髪切るけど今年、ああ暑いもんね。まあ結べるしね、ボブだと逆にさ、ここに触れてさ暑いとかないのかな、ない、彼ももう夏でもこのロングを乾かしてきました、ドライヤーで、偉いでしょ。ゲームで希望座席申請したけどサイズ無理で、みんな使ってるのか、そういうことだよね絶対。あらららら、ら悲しい。ラップ159、それはもちろん負けてますね。ラッパってララパー、そうララパー銭湯、ララパー銭湯みたいなですね。一番遠くにいたのこう東京です。今までね、東京、まあ、初めて HKT になっていきましたね、飛行機に初めて乗りましたね。でもママのお腹の中にいるときはオーストラリアに行きました。
もちろん覚えてないけど。あといとこと、あの一個上のいとこがいるんですけど、その子と旅行に、その子の家族と旅行に行ったりすることもありました。チームイチで一番話すメンバー、渋みかな。渋みが一番話しますかね。でもやっぱ最近はヒロネーとすっごく私は仲がいいですよくふざけてます、二人で。こうやって毛まいていくのにいつもしけど、そうそう、わかるよ。カレンもカレンもでもカレンはメイクさんが髪の毛溶かしたりアイロンを、あ、ちょっとカレンちゃん来てアイロンするよって言ってくれるのでしてます。明日ワニューの靴、ワニュー、明日の天気が、あー明日の天気雨、マジでゲーム全て使ってるよ。わあ、それで使う、もう使うよね。カレンももう使っちゃうと思う。逆にもう全部使ったし、何も残ってない。使ったねこの前気づかないあれね、なんか変なこと言っちゃった。もちろん最初から気づいてました。1曲目から気づいてたのに、なんか変なこと言っちゃった、気づかんかびっくりしたって言いたかったんだと思うめっちゃ気づいてたのにね、めっちゃ見たよね、クラちゃんのこと。100MVP の後200円ね、本当にそうだよね。200やったらあれなら、せめて500とか1000とかね、あってほしいけど。めちゃめちゃ眠い、でも髪まだ乾いてない時は眠気と髪ヘア、眠気優先かなダメなことですけど、眠気はやっぱり大事。でもやっぱりお風呂入ったらそんあんちょっと眠気は飛ばされるから、まだ結構ね眠気に耐えれていますけど、お風呂に入る前に眠気にあの負けちゃうことはあるので、よくママに起こされます。公演終わり疲れて眠たくて、でも昨日聞いて、昨日は一生塗り絵してました、お風呂入らず。公演終わって妹と丸罰ゲーム、え、なんか熱い、妹と丸罰ゲームをまず何回かして、まあ丸罰ゲームって引き分けになるじゃないですか。でも一回だけ妹に負けてカレンが勝つことはなく、なぜかカレン頭悪くなったのかな。それでその後引き分けを繰り返した後、カレンが飽きて、なんかしよう、なんか別のことしようってなって、塗り絵を塗り絵帳の鉛筆で半分にして、それを2人で窮屈に描きました。カレンが右側で妹が左利きなので、カレン右利きで、カレンが右側、妹左側の方がいいんですけど、カレン左側妹右側でこうぶつかってるみたいな、一番描きにくい状態で塗り絵したんですけど、彼塗り絵になると、塗り絵大好きなので熱中して、気づいたら妹は下の床で寝てましたFMVP を温めているので、カレンちゃんと妹ちゃん、妹ちゃん連れてくるね。さっきはカレン見つけられて目そろそろに入れてるよ、恥ずかしい、恥ずかしいのね、見つめちゃう、知らない、そんな汗を気づかれてびっくりした。その前から見つけてたんだよ。だよ、なんかずっと目合うときあってね、目合ったもん。
あとツーショット撮りたいね。これツーショット撮ったことないんですよ。 100M の全体写真はあるんですけど、ツーショは誰とも撮ったことない。撮りたいね。福岡行かないときは大好きな夜更かしをしてる気分を覚えてない。なんか夜更かしってさ素敵だよね。最高だよね夜更かしね。いいよね。でも次の朝後悔するんだよね。早く起きなきゃいけない。カレーも本当にカレーの意思なく夜更かししてしまうんですけど、よく後悔してます。ゆなちゃんいつも唐揚げ食べてるの？ね、この前食べてたみたい。いいなぁ。初終了、集合写真ほどかあるね。確かに集合写真の方が使ってる人は多いですね。でもやっぱ長く話せるのはツーショットじゃないかな。集合写真はあんまり話せないんだよね。なぜか。なんかみんな周りいるしね。全然どっちもいいところありますし。そういえば彼のメイドって返事できるときするね。ね、嬉しい。返信も見てるよ。みんなも見てるよ。彼のメールの返信も。チャレンデンの返信もありがとう。よくするとリンカちゃんが来るんでしょ。そう、リンカちゃんがリンカちゃんの家に泊まった時に夜更かししたら怒られるの。いや、怒られるので、早く寝てるので、あの規則正しい生活したい方はリンカちゃんと一緒に寝るといいと思います。本日固定2回目標で、あとは高めドルね。出たいから私は悲しい。友達よりちゃんと通所してしまったの。あー、カレーもしたい。いよりさんと撮ってもらおうかな、通所風に。あ、通所撮りします。ショットも楽しみ。この世で一番好きなんだ。それは結構難しいお題ですね。待って、時間なくない？あまり。ちょっと考えとく。ツーショットはね、単押しとかじゃないとね、難しいからね。難しいよね、ツーショット。貴重です。今日はツーショットにしようと思うんだよ。誰だろう、 TH さん。考える暇ないよ。考えなくてもわかるよね。なあ、ありがとう。1時間あってるわ。ランキング見ますね。そろそろ13位どうもひろしさん、ありがとうございます。12位勝とわさん、ありがとうございます。11位デッドさん、ありがとうございます。10位としさん、ありがとうございます。9位トミーさん、ありがとうございます。8位バラ86さん、ありがとうございます。7位はやった、ありがとう。6位山山さん、ありがとうございます。5位コージヤマモトさん、
ありがとうございます。4位ほにゃさん、ありがとうございます。3位はしろくまさん、ありがとうございます。2位はカレーになったカタルシになりたくてさん、ありがとうございます。1位はまさぱぱさん、ありがとう。嬉しい嬉しい。ありがとうね。いつも来てくれて嬉しいです。あ、スクショタイムしますね。ありがとうございました。今日も明日も頑張ろう。おやすみなさい。ゆっくり休んでね、みんなも。カレーも休みます。明日は花さんの次は公演待ってます。ぜひ明日花さん推しの方とか会いましょう。バイバーイ。おやすみー。